デルタ4ヘビーの特徴は3本のコモンブースター、コアである。中央の1本は1段目として使用され、両側の2本は補助ロケットとして使用される。モジュラーロケットは多段式ロケットの形態の一つで、あらかじめ規格化された複数の構成する部材の組み合わせを変えることで多様な打ち上げ用途に応じることができる。このようなロケットのいくつかは、 製造単価や、輸送費用や打ち上げ支援設備の経費を最小化するために規格化されたモジュールを使用することにより、類似点がある。UR-500 プロトンロケット初期設計図規格化されたモジュールを、様々な打ち上げ需要に応じて組み合わせることにより、規模の経済により、量産効果による生産性の向上、価格低減が期待できるため製造費用、輸送費用、 打ち上げ準備の支援費用、準備期間を抑えることができる。概念そのものは目新しいものではなく、宇宙開発黎明期のソビエトでもすでに導入されていた。UR シリーズとして、UR-100、UR-200、UR-500、UR-700、UR-900 が計画され、UR-100 は大陸間弾道ミサイルを経て、 人工衛星打ち上げ用のストレラやロコットに転用され UR-500 は後にプロトンロケットになった。アトラス V 発展型使い捨てロケットは液体燃料ロケットによるコモンコアブースターを一段目として使用する。大半の使用においては一本の CCB を固体燃料補助ロケットと共に使用する。より重いペロードの輸送には三本の CCB を一段目に。 束ねて使用する。CCB は RP-1 と液体酸素を推進剤とするロシア製の水力3.8メガニュートンの RD-180 エンジンを使用する。液体推進剤タンクは従来の加圧によって形状を維持するタンクではなくアイソグリッド構造による強度設計に置き換えられた。 コモンコアブースターの全長は89フィートで、直径は12.5フィートである。デルタ4は、複数の使用の一段目として、液体推進剤のコモンブースターコアを使用する。1本、または3本の液体燃料モジュールが一段目として、使用される。大半の CBC では周囲に、SRB を備えたり、備えない場合がある。 ヘビー仕様では3本の CBC を使用する。CBC は、水力2.9メガニュートンの液体水素と、液体酸素を推進剤として使用する、ロケットダイン製の RS-68 エンジンが使用される。ユニバーサルロケットモジュールは、アンガラロケットのモジュラー式の液体燃料ロケットの1段目である。仕様に応じて1段目は1、3、5。 または7本のアームで構成される。それぞれのアームは RP-1 と液体酸素を推進剤とする、ロシア製の水力1.92メガニュートンの RD-191 エンジンを使用する。ファルコンヘビー打ち上げ機は、標準的なファルコン9の中央コアの両側に2本の延伸されたコアステージを液体燃料補助ロケットとして備えた仕様である。 それぞれのコアは RP-1 と液体酸素を推進剤とするそれぞれの水力が5.6メガニュートンの吸気のマーリン 1D エンジンを備える。3本すべてのブースターコアは再使用する予定である。分離後、両側のコアの中央部のエンジンは軌道を制御するために数秒間燃焼を継続する。 推進剤クロスフィードファルコンヘビーでは独特の推進剤クロスフィード能力を備え、両側のコアの推進剤が消費されて、空になって分離される準備が行われるまで、中央のコアの大半の出力のための燃料と酸化剤が、両側のコアから供給されることが計画されている。推進剤クロスフィードは重量に3に低減するとともに、中央コアの推進剤をに。 3に節約することを期とする。これはもはやロケットが余分な重量を運ばないことを意味する。これは同様に通常の3段式ロケットのように空中で点火せず発射時に中央コアの指導が可能であることを期とする。これにより空中での指導の失敗を有料しなくても良い。従来の3段式の構成であれば ファルコンヘビーと同等の打ち上げ能力を備える場合には1段目に27機、2段目に9機のエンジンを備えることでファルコンヘビーは合計27機なので9機分の費用を節約することが可能である推進材の供給系統を簡略化できるこの段システムは普及したシミュレーションゲームのカーブルスペースプログラム内でアスパラガス段と称される この5位はゲームのコミュニティの外でも有名だが、トム・ログズ団の軌道力学の本の中で提案されたブースターの設計に由来する。技術者のエド・キースは創作者として帰属する設計をアスパラガス・スターク・ブースターと呼んだ。 オービタルメカニクス、セオリーアプリケーションズ、https://books.google.com/books、id="c70 グッキー 5x&、ピコグラム ="pa143&、lpg="pa143&、dq=" アスパラガス・スターク・ブースター&、ソースイコール ="bl&、オーツエクスルヒュー・フ l s Q&、 シグイコール WVZJZM1、カピエザクスチュルバフェティ &HL イコール EN&、サイコール X&、A イコール72チューファイビー8アイクホーファカ&、ベドイコール 0CH896 ウドック、V イコールオネパゲ&、Q イコールアスパラガス、スタークパーセント20ブースター&、F イコールフォルス。しかし、推進剤クロスフィードには、 大幅な設計変更が伴うなど、技術的難度も高く、ファルコンヘビー初号機での採用は見送られた。企画化された、コモンロケットプレプルションユニッツと称する、小型ロケットを束ねることによって需要に応じた打ち上げを行う。1970年代にドイツで考案され、アフリカで試験機の打ち上げに成功したが、技術的、 政治的理由により実用化には至らなかった。アメリカのインタールビタルシステムズが検討中のネプチューンは1970年代のオトラッグの概念を踏襲するもので企画化されたコモンプレプレーションモジュールズという名称の小型ロケットを束ねることによって需要に応じた打ち上げを行う。ネプチューン7では1段目には4機、2段目には2機、3段目には1機の CEPM がそれぞれ使用される。c p m は一機の発煙硝酸とテレピン油を推進剤とする加圧供給式アブレーション冷却のグプレマイナス7.5ンタエンジンを備える。N7 のソーダは対角線上にある各エンジンの出力を加減することで実施する。3 5ラムの軌道投入能力を有するネプチューン5では4機の CPM を1段目、1機の CPM を2段目、固体燃料ロケットを3段目に使用する。最初の N7 の打ち上げでは総重量 50kg の24機までの超小型人工衛星の軌道投入を予定する。ありがとうございます。